アメリカのバイデン大統領と中国の習近平国家主席はオンライン形式による首脳会談を開催し両国が共存するために意思疎通を図っていくことで一致しましたが台湾問題や貿易摩擦など主な懸案については互いに異なる立場を主張し激しく対立しました中でも外交・軍事での対立が高まっている台湾問題についてバイデン大統領は アメリカは現状を変えたり台湾海峡の平和と安定を損なう一方的な行動に強く反対するとしたのに対し習主席は台湾が独立への一線を越えたとしたら断固たる措置を取らざるを得ないと発言するなど強硬姿勢を貫きました貿易摩擦についてもバイデン大統領が国際ルールに従わなければならないと主張したのに対し習主席は 安全保障という概念をライオンして中国企業に圧迫を加えるのはやめるべきだと主張し平行線をたどりましたただそうした両国間の対立はあるものの両首脳は意思疎通のためのチャンネルを維持しリスクを管理できる戦略的対話を続けることで一致しましたまた両国が協力できる分野としては北韓問題が挙げられました 北韓の相次ぐミサイルの試験発射などで膠着状態にある米朝対話の現状を解決するための米中間の協力が重要だという認識で一致しましたアメリカは北韓への影響力が大きい中国に対して国際社会による対北韓制裁の履行や対話への復帰を促す役割を果たすことを期待しています